ちょっとやってみようかなと思ってます。で早速始めます。では始めます。で、手順はテロップ に書いてある通りです。逆のパターンというか、アクセントの部分はスネアを叩いて、それ以外はタムを叩く、で、非常に難しいです。でまず、二分割にして二つに分けて覚えていった方がいいと思うの でちょっと、その一つのパターンをスネアで叩きます。下絵が、タムになるんですね。で例えば8のパターンであれば、ちょっとこれもテロップに出します。スネアに持ってくるみたいな形で、ではちょっと半分だけまでちょっとやってみます。じっくりワンパターンずつ練習しててください。どうでしたでしょうか。結構難しくなかったですか。で、今回の手順を早くすれば早くするほど難しくなるもので、で、それとプラスさせて前回のフレーズと今回のフレーズを合わせるっていう方法がありまして、それをやると非常に難しくなる。で僕はこれからちょっとそれを撮ろうかと、何時間かかるかわからないと思うんですが、このやり方は僕がちょっと留学を6年前に2年半
ぐらい留学してた時に覚えたもので、でその時 にこうパッとひらめいたものがあって、でそれを伝えられたらいいなと思って考えてました。で、各それぞれ今回は8、5、3っていう手順でしたけど、いろいろな手順がまだまだあって、パターンズシリーズなんですが、で各それぞれ手順によって、こう全然全くこう違うものがあって、でその手順ごとによってひらめくものがあるんですよね。でそれも伝えられたらいいなと思って、これからちょっと、数遊び的な、ことをちょっとやりたいなっていうふうに思ってます。で、次回も、もし今回僕がやってることに興味持ってくれたら、次回もまた見てください。お願いします。で、僕はこれからちょっとまた前回のものとプラスさせたやつをちょっと練習してっていう形をとります。見てくれてどうもありがとうございました。失礼します。